毎度工場です、初売りも最終日になりました、ここら辺あと新しく出した商品ありますのでご紹介します。ここら辺まだ売れてない部分ですね。ダイヤル、あとペンも FT が1台6300円、ライスミノルタ CL もあります。キャノンのレンズがはこれきちんと使えますね。あとローライコード、クセナー付き、スパーブ、ヘリアー付き、あとこちらお問い合わせが分かったのでケースから出しました。ケース、革ケースが付いたローライフレックス T ですね。もう終わり頃のピントフードが外れる F みたいなタイプですね。これ結構綺麗です。なかなか綺麗な状態だと思います。スローがちょっと長めというか元気なさげです。レンズがやっぱり少し汚れというかカビ跡があったと思います。こういうとこ見ていただいても分かるように非常に綺麗な個体ですね。ただレンズが少しカビがあったりとかシャッター粘りなどはどうしてもありますのでご了承ください。現状私のお値段になります。今回のセール基本的にいつもそうなんですけど現状私になりますのでご理解いただける方はお願いいたします。ビデッサスコパビトーさんのウルトロン付き、ここら辺もあまり綺麗ではないです。あとローライ35いっぱいありましたけども1台6300円のが残ってます。それなりですね。一応動いてたと思います。あとここら辺から新しいのです。ミノルタの SR1 ですね。マクロロックオールついて非常に綺麗な状態でした。 XE、 これはレンズは 28mm MD の28付きです。ボディはまあ確かファインダーがダメでしたね。おまけだと思います。このフジカもボディはあまりダメですけどもレンズがなんか珍しいコムラかなんか広角がついてます。 28mm、 これも値札ついてないのは2100円になります。あとこちらもショーケースの中入ってたのでお問い合わせが多かった OM4 のチタンですね。マクロの50がついて24,800円、こちらから値引きします。もう多分赤字になってしまうと思いますけど皆さん結構問い合わせ多いので処分してしまいます。外観それなりです。間違っても綺麗ではないのでご了承ください。取説もついてます。あと同じ人が出したレンズが広角が2本ありますね。6,000円と28が1万円、これ綺麗でしたね。あとここら辺も新しいのです。鳳凰、中国の、メーターもきちんと動いてました。綺麗ですね。あとマミヤファミリー、これ珍しいですね。なんか粘ってました。3,000円です。トヨカ統合で銅ですね。これも富岡がついているので有名ですけども3,000円。あとこちらの蛇腹ゲーになります。まず 35mm 版のツアイスイコンのイコンタとかそういう類ですね。これ辺も値札ないものは3,150円。これは北斗レンダービトーですね。これもみんなそれなりです。レチナもあります。あとこちらが国産の66ジャパラですね。のものを一応並べてみました。
ミネ6、大船6、フローラ、競泳でしたかね、これ。あと、ミノルタのセミですね。あと、こちらは、まあまあのオリンパス6系です。いろんな、時代によっていろんな種類がありますけど、みんなオリンパス。まあ、だいたいレンズはダメだと思ってください。蛇腹も、ボロボロのはないんですけど、まあ、穴は開いてると思ってください。それで、このマミヤ6、これ珍しいので、高地方随行じゃないですね、これは東京工学、志村が確かついています。そうですね、東京工学です。でこちらオキパイド、メイドインオキパイドのマミヤ6、バックフォーカスなどは一緒ですけど、かなり古いタイプですね。あとこれがこれも確か珍しいタイプだったと思います。セミ版で、よいしょ。ここで一応距離計もなんとか見えてたぐらいのレベルです。あと非常に問い合わせが多かったニコンですね。ニコンのなんで値引きしないんだといろいろ言われましたので、もう値引きして赤字でも売ってしまいます。ニコン S2 の 50-14、 こちらオーバーホール上がったばっかりです。レンズ14ついてますね、黒い14がついてます。外観はそれなりの中古だと思います。綺麗ではないですが、まあ悪くはないと思います。いいですね、調子いいです。まあまあまあって感じですね。こちらは浜松カメラサービスさんで修理したものですので、期間は大丈夫だと思います。3万8000円です。これから値引きしますので、まあ多分赤字ですね。次、ニコン S3 にニッコールの 35mm が付いてます。これから値引きするとまあ赤字でしょうね。これは S3 綺麗ですね。まずまず綺麗だと思います。それほどガシャガシャした感じは全くないです。1秒もまあまあ動いてます。レンズは35mm、広角がついてますね。まあ、使う分には十分ぐらいの程度です。スムーズですね。マークも、まあまあ、シャッターも一応、動いてますね。ただ、こちら、現状になります。後でいろいろ言われても何とも対応できませんのでご了承ください。ファインダーはまあ多少カビ跡みたいのがあります。あとファインダーもこれニコン S3 だとよくあるのですが、こうなんていうんですかね、キラキラした感じですねはあります。この光った感じですね。距離計も多少薄めだとは思います。ただ、まあ、このぐらいの程度の S3 が 35mm ついてますのでね、レンズもそこそこします。まあ、悪くないと思います。6万3000円からの値引きです。安いですね。